1時間目は物理基礎だよね。はは、何言ってんだよ。今日は木曜日、1時間目は生物基礎だよ。おはよう。おはようございます。はい、それではね、今日は生物基礎の授業です。お、物理基礎？でも今日は生物基礎。三原高校は物理基礎、生物基礎、そして化学基礎。理科では3つの分野をまんべんなく学びます。その他の科目もまんべんなく勉強できるようにさまざま選択科目があります。ということで受験はバッチリ対応できます。おお、それだったら両方取りましょう。火曜日には生物の選択の授業がありますし、金曜日には数学一演習の授業がありますんで、看護師になりたいんだったらどちらの科目も選択して押さえていく必要があるね。とりあえずまずは数学や生物の先生に話を聞きに伺ってみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。看護師になりたいっていう気持ちはバッチリ伝わってきたんで、頑張るよ。ありがとうございます。安心しました。先生、私は管理栄養士になって栄養の指導がしたいのですが、フードデザインや食文化を選択すればいいですかね。パティシエなどの専門学校に進むんだったら食文化でもいいと思うけども、大学に進学するんだったら科学を選択した方がいいと思うよ。いや、大学共通テストのね、模試を受けようと思ってさ。あ、模試ね。あ、私今週受けるよ。え、マジで？うん。なんかやばいことかない？あのね、英語がやばいんだよね。え、英語私とくれば教えてあげる。え、お願い、教えて。え、今日の放課後空いてる？いいよ。と、私は文系の大学を大学共通テストを使って受験しようと思ってるんですけど、理科の受験科目の選び方がちょっとわからなくて、はい、教えていただけますか。はい、理科の受験方法は全部で4パターンあるんですけど、はい、文系の大学を受験するならこの A のパターンと B のパターンを選びます。なるほど。 A のパターンだったらこの1つ選びます。 B のパターンだったらこの1つ選びます。1つ選んで受験をします。あ、そういうことだったんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、調べてみます。はい、